全陽堂山本整骨院の佐藤です。今回は股関節を動かした時に鼠径部の痛みを取るためのツボについてご紹介していきたいと思います。鼠径部の痛みは様々なものがありますが、まず原因として考えられるものについてご紹介していきたいと思います。まず一つ目としては鼠径ヘルニアがあります。これは鼠径部に膨らみが出てきたり痛みや違和感が出る場合が多いです。また立っている時に痛みが出たり違和感が出ますが、体勢を横にすることで痛みや違和感などの症状がなくなります。これは特徴的な症状になります。鼠径ヘルニアの原因ははっきり分かっていませんが、多く言われているものでは加齢によってお腹の力が弱くなってしまうことで鼠径ヘルニアになってしまうと言われています。次に鼠径部の痛みとして考えられるものはリンパ節炎というものがあります。このリンパ節炎とはどのような症状かというと、体中にあるリンパ節が炎症によって腫れ、鼠径部にあるリンパ節で痛みを引き起こしてしまうような症状になります。このリンパ節炎の原因としては、怪我をして傷口から細菌が体内に侵入してしまったり、水虫や性感染症などの様々な原因が挙げられます。また特徴的なものとしては、炎症の起きているリンパ節に数ミリから数センチの赤い線が現れます。この部分は痛みやリンパ節の腫れを帯びていることが多いです。次に女性で特有な鼠径部の症状として子宮内膜症というものがあります。これは鼠径部や股関節、足の付け根に痛みを伴う症状があります。そして最も多い鼠径部の痛みの原因としては、股関節痛から来る鼠径部の痛みが多くあります。この痛みの原因としては、股関節周辺の筋肉、靭帯などの硬さが挙げられます。また股関節自体が変形している場合があります。このような原因から来る痛みの特徴としては、動かすと鼠径部に痛みが出ます。また寝た状態の体勢で股関節を動かしたとしても痛みが出てしまうことが多いです。さらに股関節自体の可動域制限もされていることが多く、このようなポイントをチェックしていくことで股関節痛の判断をすることができます。また股関節痛では鼠径部への痛みで内科などの病院で診断をしてもらったが原因がわからないことが多いです。このような時は筋肉の緊張が原因で鼠径部に痛みが出ている場合があります。ではここからが本題に入ります。今回の動画でご紹介する鼠径部の痛みを取るツボは、先ほどお伝えした筋肉の緊張で鼠径部に痛みが出ている時に効果的なツボになります。そのツボとは陰陵線というツボになります。ではこのツボがどこにあるかご紹介していきたいと思います。はい、では陰陵線というツボをこれからご紹介していきたいと思います。陰陵線とはふくらはぎにあります。ふくらはぎには脛骨と言われる骨が内側にあります。この内側のところを下の方から骨の際をなぞっていってください。この部分をなぞっていくと上の方で途中カーブします。このカーブのちょうど際のところですね、ちょうどこちらに印がついている、この部分が陰陵線と言われるツボになります。針の治療などではツボを細かく取る必要があるのですが、セルフケアでは大体の場所で大丈夫です。ではこのカーブしている部分をどのように刺激していくのかいいかご紹介します。やり方は簡単です。まず拳を作ってください。このように拳を作りましたら、人差し指の部分だけこのように出します。そうするとこのようにとんがったような状態になります。このとんがった部分で先ほどお伝えしたこの陰陵線、ここをぐーっと押していきます。押しましたらぐりぐりとこのように刺激を入れていってください。最初のうちは痛いような感じがありますが、我慢していただいて刺激していきましょう。だいたい3分ぐらいこのまま押していきましょう。このように押していくと緩んできて、だんだんと鼠径部の痛みが和らいでいきます。
大体でいいですので、3分間刺激をしましたら、立ったりして、鼠径部の痛みを確認していきます。今はこのようにベッドの上でやっているんですが、ベッドで平らなところに座るのが辛い場合とかは、椅子に腰をかけた状態で刺激をしても効果がありますので、ベッドで平らな場所、辛い方は座ってやってみてください。飲料泉のツボを覚えることはできましたか？この飲料泉は、鼠径部の痛みだけではなく、筋肉の緊張を取ってくれたり、体のバランスを整えてくれるツボになります。ですので、鼠径部以外では、腰痛の治療に使われます。また、体のバランスを整える効果があるという意味では、足のむくみの治療にも使われます。ですので、鼠径部の痛みはもちろん、腰痛や足のむくみでお悩みの方もぜひこのツボを刺激してみてください。では今回は鼠径部の痛みの原因と痛みを改善するツボについてご紹介しました。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。